こんにちは。格闘ゲーム大会では緊張して結果が残せていないインターン生の坂井です。今回は格闘ゲームの動画の独特のコメントについて詳しく説明していこうと思います。かなり独特な、言い回しも多く、実況やコメントを追っていてもよくわからない単語もあるので、よく例文と、それに対しての訳を一緒に見ていきましょう。第1回で解説した用語も交えて解説していくので、第1回もぜひチェックしてみてください。まずはやっていないです。これは、何か失敗したプレイヤーが、自分の意思ではない、だけど、画面には反映されている状態のことを指して言う言葉です。こんなことやってないのやってないです。これは負けている時の、思考回路を指したものでもあったりはします。次にこれはわからないです。大抵勝敗、このゲームの勝敗がわからないという意味か、もしくは相手の攻めを守りきる方法がわからないという意味でもあります。昇竜、ストリートファイターの昇竜拳の略です。アッパーのような無敵技がついた対空必殺技の総称としても使われます。余談ですが、ストリートファイター2の昇竜の竜の文字と、皆さんが基本使う竜の字は違うのですが、気にする人は多分誰もいないです。次にダウンです。相手の攻撃を食らいコンボが終わって倒れることです。体力があれば起き上がりをするのですが、なければ KO、 試合が終わってしまいます。次にすぐ擦るです。擦るというのは、無敵技などの簡単な選択肢にすがりつくような行動を指します。考えずにボタンを押しまくる様子が擦っているように見えるようか様から来ています。次に見えない。前回紹介した、神の壊しなど、人間が反応しにくい技や反応できなかったということに対して、指す言葉です。大抵は60分の15秒よりも早い攻撃を言いますが、まあ60分の20秒ぐらいまでなら大体見えないです。はい、次に入れっぱを狩るです。入れっぱは、ジャンプの項目でも説明した飛ぶ瞬間の無防備な瞬間に合わせて、攻撃するということです。上にレバーを入れっぱなしになることから、入れっぱと呼びます。次に攪拌です。相手の行動に対して絶対に反撃できる状況のことを言います。確定反撃の略称です。格ゲーマーが基本的に大好きなものの一つと挙げられるのは攪拌です。次に固めです。相手をガードせざるを得なくなるほど、濃厚な攻めをすることです。先ほどすぐ擦るは、こういう時でもガードせずに攻撃しようとして、攻撃が当たってしまうという状況でも使います。次に崩しです。ガードしきれなくなることです。固めによって、相手が、ガードをして、でそのガードを崩すという言葉から来ています。次にヨガです。ストリートファイターシリーズのヨガ使いのダルシムから来ています。ヨガワープやヨガファイヤーなどが、技名としてありますが、真のヨガに関係あるかどうかは不明です。ヨガはワープしませんから。はい、次にタクです。第1回の3組をどれをするかという3択や、中段か下段技のどちらを振るかという2択のことを指します。次に死ななきゃ安いです。一度の攻撃で即死コンボがあり得るゲームで、攻撃されては体力が残った時に使う用語です。次に大パンです。ゲームや机に対して暴力を振るうこと。もともと格闘ゲームの筐体に対して、殴ったり、灰皿を投げたりするという行為が横行していましたが、それが 逆に輸出された形でもあります。次にハメです。相手が知らないことやわからないことをして勝つこと。何をされているのかよくわからないので、初心者がどんどん食らっていき、初心者が、辞める原因とも言われています。次にベガ立ちです。対戦中画面の後ろに立って観戦している人が腕組みしている様子が、ストリートファイターシリーズのベガに姿勢が似ていることから名付けられました。こういう体勢ですね。次にワンチャンです。一度でも機会があればどうにかできるという状況、または一度ぐらい機会をくれという祈りから来ています。ワンチャンスくれという意味です。次に重ね。先ほどのダウンからの起き上がりに合わせて相手が攻撃を合わせることです。重ねている側がすごく有利となります。
次にガーフです。第1回目の攻撃の項目で紹介しましたガード不能の省略です。これを重ねることができれば、ループすることになるので、ゲームが、そこで終了してしまいます。なのでゲーム環境が壊れる原因となります。次に超必です。超必殺技の省略なのですが、大ダメージの攻撃を特殊行動用のゲージを消費して、行うということが多いです。これだけ分かれば実況を見ても大抵分かるはずです。例えばまた固めが始まってしまった、見えない中段卓で崩れてダウン、死ななきゃ安いが起き上がりに重ねを警戒して勝利をこすりガードされて各班コンボからの超必で KO と言われても分かりますかね。分からなくても大丈夫です。なので、次回は格ゲーの今と昔、今の格ゲーと昔の格ゲーというものを比較して紹介してみようと思います。ありがとうございました。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねの方お願いします。